東海オーエンハウスにもね、ついに家具が届いたということなんですけれども、もうね、カリブラにね、ネタを取られてしまったので、もう紹介しません。確かに。あれで救助長乗ってやがったからな、あいつら。10位でしたっけ？いや、8位とかまで上がってた。え、マジかよ。うん、あいつカリブラのサブちゃんに救助長さらわれた。こすり続けんなよ。そう。東海オンエアこすられるからね。東海オンエアって名前あると、本当に救助長乗りますよね、なんか。みんなぜひ使ってください。はい、ぜひ使ってください。もう、うちらあれなんで、フリー素材なんで、あの動画とか言うな。試しに勝手にダウンロードして丸々上げてみてください。それ乗ったらすごいね。怒らないんで。ぜひ、はい、あんまり言い過ぎるとそう過剰なことかもしれんからね。お金儲け以外だったらいいです。適度な、はいはい、節度と思って。お金儲け以外だ、ね、そう、商用負荷みたいな感じですね。よくあるフォントとかと一緒です。そうです。はい、というわけで、以前ですね、東海オンエアに手紙、ファンレターが届いて、そこにネタを提案をしてくれた視聴者さんがいたじゃないですか、はい、なんか最近ですね、とある人がですね、メールの方でネタ提案をしてくれているので、まあ、としみつさんチェックしてるから見てると思うんですけど、たまたま見てないです、それは。まだそれをもうなんか結構すごいテンポよくいっぱい送ってくれて、それがまあまあ面白いんですよ。だからもしかしたら採用あるかもしれないと。今のところ僕たちはなんかね、視聴者さんからの提案を採用したことないじゃないですか。ただこれは僕はやりたい、これやれるじゃん、やりたと思うのが いくつかあったんで、まあとりあえず全部やみますよ、はい、ちなみにりょうくんもいます。はい、どうも。なんかカメラするとみんな寄っちゃうので一旦こっち向けておきますね。まず1個目、電車でヘをこいたとき誰がこいったかバレているのかというやつで、ヘをこくかもしれない人を配置しておいて、まあ、ちょっと離れたところにいる人が今あなたがこきましたねっていうのを当てるという感じですね。自由自在にヘを出せる人がいるんだったらね、できると思うんですけれども、ヘはむずいですね。はい、ちょっとヘをね、ヘは神からの授かり物なんで、ヘ待ちはきついわ。はい、臭すぎて迷惑なパターンもあるから。そうなんですよね、としみつがこいた場合は絶対にわかりますね、我々。はい、バイオテロもそう、としみつだけね、そう S 異様の匂いがするんですよね。だからダメです。なんで顔キーボード言ったの。S 東海オンエア過去動画人気投票、一番投票の多かった3本は第2弾撮影するなど。ああ、第2弾、これなんか1000本くらい溜まったらいつかやろうかなと思ってんですよね。今800本くらいなんですけど、どうするんですか、選手権第2弾とか。いや、それはまあ第2弾って本当に怖いよね。そう、第2弾はマジでね、第2弾、そう、第2弾で第1弾に勝てるってある？ないよ。そう、第2弾って絶対劣化版になっちゃうので、1個目滑ってね、なんか逆にあんまり面白くなかった第1弾の第2弾ならまだできそうな気もするけどね、うん、消化不良だよ、うん、と言いつつ東海忍者スクール第4弾までやってますからね。これは大人気企画やってる。つまらないお土産選手権、バッティングセンターでホームラン出して人から帰れる対決、斉藤さんを使って年齢聞けたら1ポイント、本名聞けたら3ポイント、住所を聞けたら10ポイントみたいな感じで、単位の高い人が勝ちみたいなやつ。斉藤さんやってたら東海湾に繋がったっていう言い分来るけど、誰がやってんの？ね、めっちゃ来るそれ。誰やってんの？誰か哲也さん、さっき繋がったものですっていう言い分来る。スケベだな哲也は。哲也言ってないだけかもしんないから、実際斉藤さんやって隠すことないでしょ。誰もやってないんだよな、東海湾。なんて言ったら信じられたんだろう。ね、その滑舌タラコ七味で出したのか。徹夜だよ、それで信じるの。うん、そして続き、この人めっちゃメール送ってくれるんですよ。で、この次のネタが、このハゲ違うだろうという企画で、まあなんか街中でハゲてる人にカツラをかぶってもらって写真を撮る、もしくはすでにカツラをかぶっている人で、後で回答者が本物の頭かカツラをかぶったハゲかどうかを当てる企画で、ハゲだと思ったらこのハゲという、で、ハゲてないと思ったら違うだろうで回答するんだそうです。バカだな、おもろいな。それな、でもこれ、いや、口調もあれじゃないといけないわけ。絶対このハゲー違うだろう。でもさ、どっちかだからね。そう、疲れちゃうな、回答が。タイトルゲーですよね。まあ、いや、まずハゲにカツラかぶせるのそこも無理すぎるんだな。そうなんだね。見破れパクチーオアカメムシ。で、パクチーの匂い成分はカメムシと一緒なんだそうです。で、目隠しをして匂いだけでパクチーがカメムシかを判断して食べてくださいって書いてあります。パクチーの匂い知らないですよね。わしも
ああ、カメムシの匂いだよ。本当にそう、あれなんだ。確かになんかよく聞いたことある気もするね、カメムシとパクチー同じって。ただこの人食べるって言ってますけど、カメムシ食わせようとしてるかな、本当に。ちょっと気ぐってんな。じゃあ匂いの問題なのに。まあ、味多分変わってくるよね、でもまた匂いって多分、うん、まあなんか偶然カメムシをいっぱい見つけたら捕まえておきます、一旦。もういなくなっちゃうんじゃないか。はい、夏が終わらないうちに。〇〇さんを見つけるまで帰れません。お、ありとあらゆる名字が書かれたくじを作って、そこから引いた名前の人を実際に見つけるまで帰れないという。怖っ、沖縄でやったやつやな。具志堅でも滑ってんだよな。俺のあれ滑ったの、あれ。なんかちょっと俺提案しといて、ちょっと申し訳なかったなと思って。あれはじいちゃんが怖いからいいんだよ。まあね、うん。まああとはあれかな、東海オンエアで間違い探し、 YouTuber ドラフト会議、 YouTuber ドラフト会議誰かやってたよね。やってた。こんにちはとこんばんはの境目は何時からか。こんにちはって言ったらこんにちはで返すでしょ。うん、なんかテンション低いですね、皆さん。いやいや、別にデフォですよ。絵本で読書感想文発表会、ゴリゴリの子供向け絵本を読んでゴリゴリに読書感想文を書いてくださいと。めっちゃむずいな。チームさんが読書感想文きっと大の苦手ですからね。なんで言ってあげてよ。さっきもなんか授業中に書くって時間になるじゃん。でもみんなバーって書き始めるじゃん。授業終わるやん、トシミツの見たら2行。マジマジマジで2時間ぐらいかけて。なんで、何が無理なの。何書けやわからん。ずっと何が書けやつって書いたら終わったやん、これで終わりやんつって。これどこどうするやんつって。これでもあれだよね、誰が書いたか分からん状況にしてとかやったら面白そうですけどね。トシミツがそんなに苦手と言うなら、僕めちゃくちゃ得意ですかね、読書感想文。いやーずるいよ、なんかね、どん聞きとかはできないよね、個性ですぎて。そうね、あさすがに分かっちゃうよね。動画にしにくさすごくない。読書感想文。うん、まあもしするとしたらあれですよね、授業参観で読んでるみたいな感じだから、2枚とか短めにするしかないですよね。絶対にバーストしてはいけない男たち、これはちょっとよくわかんないですね。ヘレスか、トランプのブラックジャックダーツベイブレードなどって書いてありますけど、ああ、脇汗バーストもありますよね。バーストってことは便利なだけですからね、うん。折り紙選手権、みんなで折り紙を単純にしてって、後半はもう形が決まってない概念などに挑戦みたいな。これ結構視聴者選びますからね、これ。なんか概念うねりとか作ってくださいって。うねりで希望とか、ただの芸術家だもんな。そいつら、それ見る人のセンスがめちゃくちゃ必要だからこれ。咳払いなら誰のモノマネでもできる説。ああ、こないだ道を歩いていたら咳払いが聞こえていたのですが、その声がめちゃくちゃ哲也さんに似ていて思わず振り返ってしまいました。そしたら全然関係ないただのおっさんでした。ということで、咳払いなら誰のモノマネでもできるんじゃないかということを検証する企画だそうです。うん、うん、です。この人はまた勝手にメール送ってくれるそうです。うん、今後も、うん、なんか結構よう考えてますね。はい、なんかもしかしたら採用されるかもしれませんね。採用されたらこの人のおかげです。以上。